はい、ただいま2月18日、ライムスター玉のウィークのシャッフル生放送、終了終わって、ポッドキャストをたっぷり第1部撮って、第2部をこれから始める今、1時46分。何時間喋ってんの、結構来てますね。はい、ということで、何をね、これ、まあ、配信するのが29日からということで、これは、ブブカとのね、紳士協定、ね、森田修一との、紳士協定の結果が決まりました。29日から配信されております、第2部、ドキュメンタリーオブ AKB48、ショーマストゴーオン、少女たちは傷つきながら夢を見る、この18日にシネマハスラーで扱った、この作品の放課後ポッドキャスト。はい。はい、ということで、改めてご紹介いたしましょう。ゲストにお呼びしているのは、はい、どうぞ。あ、TBS ラジオハッピーサットをやっております高橋義明です。はい、憧れ師匠、よいしょ、どうも。そして、TBS ラジオトップ5、火曜日を担当しておりますコンバットデックでございます。よいしょよいしょ。そして、引き続き構成作家古川浩さん。番組構成作家古川です。あ、そして、あの、はい、アドバイザーというかちょっとこう、はい、なんかデータマンとして人名とか出てこなくなった時用に、はい、出てこります。DJ のころさん、どうも引き続きよろしくお願いします。もういちょっと酒飲んでいい、まずプシッと開けるか。もうちょっと、もうね、飲んだ方がいいよね、うん、飲んだ方がいいの、うん、もうでもさ、僕もね今、はい、あ、じゃあ乾杯。はいはいはい、いい、はい、どうも。いや、飲んでない。そもそも俺今日飲みに来ただけなんだよ。終わった後この話を話せればいいんですよ。して飲みに行こうかなと思って。なんでこういうことになったかっていうと、あのコンバットレックさんが要するにタマフル、そのAKB やるなら行くよっていう、うん、その反抗予告みたいのをトップ5で言ったから、がぜん一部、神塚たちが盛り上がってしまったわけですよ。なるほど、うん。俺は終わった後単に飲みに行って、ちょっと映画の感想を語り合えたらないぐらい、ね。放送上で言わないでくださいよ。言うから。指針でいいだろ、それ。メールしてくださいよ。メールもしたけど。でもさ、そのさ、はい、そう、でもそう、見終わって俺直後に、あの、レックにメールしたんですよ。えらい熱が伝わってくるメールだよね。すげえっていうのをね、うん、まあ、もうすぐあれして、うん。あ、そうそう、あの、散々うるせえから買いましたよ、あのバジスカ学園も、はいはい、あ、ね、おまだ見れてないけどさ、うん、ただやっぱその勢いで買っちゃうぐらい、うん、まあ来たよね、うん、まあ俺的には来た。嬉しいですね、白くんマジ、今まで総選挙2回行ってみたいな、うん、いろんなタイミングがあったけど、うん、まあぶっちゃけこれはあんまり認めたくないけど一番来てる、うん、おでしょ、これは認めたくはないけどね、うん、というね、うん、ただ俺はもう結構40分ぐらい話したから、うん、で 君らそれどころじゃないでしょ、そのAKB が見てそのブブカの特集連、うん、どんぐらいやったんだって。2週間ぐらい前で、いや座談会自体はもうテレコ切りないからって言って、うん、2時間ぐらいのところで多分止めたんだけど、はい、その後 10時間飲んだのかな。映画全体のボリュームの何倍だったの。夕方の6時から翌朝の6時か7時までやってたんで。それさ、うん、何を話してんの。あ、でも俺森田さんに同じ話18回したらしい。あまり話的には前進してない。あそこ良かったねをね何回でも味わいたいわけですよ。まあ、確かに、うん、まあその、あそこ良かったねっつってこう語ってお互いそれ言ってるうちにちょっとまた涙ぐんじゃうみたいなシリーズってことですよね。まあじゃあちょっととりあえず、まあその今さらって感じもあるかもしれないけど、ざっくりお二方の、はい、まあ感想というか、はい、総括というか、改めてすごい難しいと思いますけど、うん、もう今更もう細部に行き過ぎちゃって全体を、ね、20時間ぐらい話してます。じゃあ最初に見た時どう思ったみたいな、あの自分の AKB との距離感の話からね、うんうんうん、はい、まあ、あなたはもう距離感 もうゼロですよね。もう見失ってゼロ距離完全に見失ってます。ハッピーさん毎週話してますから。あともう一つ言うなら、はい、あなたそのアイドルを好きになったことが今までないわけじゃない。ないですね。だからその完全にどうって免疫がない状態で、はい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 、何この気持ちみたいな。そうですね。しかも未だに他のアイドルにちょっと行きそうな気配もないんで、はいはい、AKB だけ。じゃあさっきの小洗さんの AKB が永久に続けばいいのに。あれはもうちょっと前の僕ですもん。あの AKB にガーンって食らった時に僕も、あ、これずっと続けばいいのにって。で、この間の、うん、あのブブカの座談会の時でも、うん、もう篠田さん引退する必要ねえよって。もうずっといればいいじゃん。もうローリングストーンズみたいに、もうずっと続いていけばいいじゃんって。ヨークライターっぽい例えになる。そう。なんかキースになればいいとか。アホや。そんな主張ばかり。やっぱハッピーサート的それは目指すんですね。そう、キースリチャーズになればいいじゃん。あ、なるほど、なるほど。はいはい。という、よし君は、そうですね。はい、どうでした？でもこれ難しいね、なんかこう一口になんかこうペロっていうのはね。でもそのさ、まあもちろんそのファンが見ればね、はい、ファンが見ればじゃないな、あの衝撃を受ける内容なのはね、間違いないと思うんですけど、うんうん、そうですね、なんかもう何回か見てたどり着いたところでは、うん、まあ、ああいう状況に置かれても、うん、なんかもうめちゃくちゃになってもおかしくないと思うんですよ、はいはいはい、人間関係的にも。ああ、ギスギスとかして、うん、俺らもあれ飲み会してるだけなのギスギス。ただ酒飲んでるだけなの。でもなんかやっぱりね、その
フライングゲットの例のシーンにも象徴されますけど、そのメンバー間の絆みたいなところがすごい、ね、でもね、それは死地を乗り越えるとそれは絆はね、うん、それができるかどうかが続くグループか、うん、いいグループかどうかですよ、うん、ね、マミー D がお腹の具合悪くてうんち漏れそうだとじゃあお前そんな動かなくていいから今日はっていうチームワークもあるんですよこれね、うんうん、特に初期メンバー1期メンバー2期メンバーぐらいあたりのその対絆、タイトさ、全然さ売れないっていうか、そのさ思うようにいかない時期を超えてるじゃないですか、うん、彼らは、うん、だからそのいくら辛い目にあっても、はい、でもここに何万人来てるっていう状況そのものにもう答えないわけがないっていう、そうですね、だからちょっと前にやったその金スマのそのドキュメンタリーみたいなのが、うん、ありましたよね、うん、あと NHK でやった映画のなんですかね、宣伝用にやったドキュメンタリーみたいなのもあって、うん、あれがまたひどいよね、あれ見たら楽しい映画だって勘違いする人が出るよね。でもそこで前田敦子さんが研究生を怒鳴りつけるようなシーンがあるんですよ。あれでも本編使われてなかった、ね、使われてなかったですね。でもあれちょっとびっくりしたね。そう、ま、そんなすごいシーン、そんなところがあるんですか。まさか前田さんがそんな、うん、それはもうなんかあんまりなんかそういう感じ見えないんだけど、高見菜さんがまず研究生に叱ってるんですね、うん、何を叱ってるの。いや、その西武ドームのリハーサルの時に、うんうん、何やる気あんのかみたいな、あの振りとかも全然覚えてない、でそれ高見菜が説教終わった後に今度あっちゃんが、うんうん、ちょっと私にも言わせてみたいな感じで、おらと、そうそうそう、だから私たちがどんだけこうね、うんうん、苦労してきたかみたいなことを、その積み上がったものに来てんのに、うんうん、分かってんのかと、そう、簡単に立てる場所じゃないんだよっていうことをすごく伝える、それはそうですよ、前田なりに伝えようとしてるっていう、はいはい、なるほどね、うんうんうん、西武ドーム初日行ったんですね。あ、そう、ダメだダメだダメだって言われて、そうなんだ。でその時にね話してたんですよ、うん、こんなねでかい舞台に、うん、あっさり研究生がガン上がっていいのかと、うんうんうん、ああ、うん、したら案の定やっぱそういうことが後ろで行われた。ちなみにその出来に関してはどうだったんですか。いやもう要はさ結構不問にされて、そこは不問じゃないけど、うん、出してないじゃない、出してないと思う、出来がどうこうにって言うけど、初日は最悪ですよ。あ、やっぱそう、だってブブカ座談会読んでないでしょ、うん、西武ドーム見た後に座談会やったんですね。そうですね、やって、まあ、僕らはみんな怒り狂ってて、うん、こんなひどいのやって、もし運営サイドが、うん、これがひどい公演だって気づいてなかったらもう AKB これ終わりじゃないかと、あ、全く同じあれがあったわけ、いうことを言っていたらちゃんと裏でああいうことが起きていて、ね、しかも俺たちがすごい恥ずかしい思いをしたのが、俺たち歌舞伎町でも AKB ダメだとか言ってる裏で高見菜のあのドラマや個人努力してた、自主練している裏で俺らは歌舞伎町で酒飲んでたけど何も頑張ってないわけ本当だね、関係でしょ、もう俺たちそれしかやることないんだよ。偉そうに座談会で文句言ってるだけでさメンバー裏で練習してんだよ、暗いところでさ、どうしたら光がないからね。あれは本当反省したっていうか謝りたいメンバーに。でもすごい収穫だったのが、今回のドキュメンタリーで明らかになったのが、そのもう西武ドームのリハーサルの段階でメンバーがこの今回のセットリストとか構成に疑問を覚えてたよね、うん、始める前から言ってましたよね、うんうん、だからもうなんか私たちでこう作っていった方がいいんじゃないかって自覚がもう芽生え始めてて、でもそれはさ、うん、はっきり言って理不尽な話だと思うんだよね、うんうん、だってなんて作っていいって話じゃなかったから言わなかっただけでさ、そんなの言うべきだとかさ、うん、何今更終わってから言ってんだよみたいなさ、うん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 、あるでしょう。だこの後のチーム別の全国ツアーではメンバーがセットリストを考えて、うん、結局あれが機会で変わったんですよ、うん、そのさ、うん、逆にそのさセットリスト考えたさ誰かっていうのがさ、うん、ザレンっていうさないのかよこの辺ってさいやだからそれはブブカの座談会でも言ったけど、その人はちゃんと打たれてると思うから打たれてる使えない、いやだからパーン分かんないよ、分かんないジェスチャーに、いや分かったら困るわ頼むだろ、分かんないようにやったんだよまあ想像するなり残忍なシーンが今、まあ、ハリーレースっていうプロレスラーがいて、口答えしたやつはみんなパーン太ももにパーンみたいな残忍なシーンです、ね、うん、まあ、はい、そういうこともおそらく起きてから、まあ、それは使えないじゃないですか使えないですよ。初日はもっとすごいミスもありましたもんね、臨界点超えちゃう、見るからにもうミスもあって、いや、かける映像間違えたりして、ああ
それはもうそういう段取りミスかも。でもそれはもう 100% 裏方やないか。そう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 、だから俺らも高見が泣く必要ないんだよ。そう、俺らも高見が謝る必要はないっていう話はしてたんだけど、うん、まあ、秋元さんもそうは言ってるけどね、うん、で秋元さんはスタッフにだからもっときついこと言ってるはずなのよ、うん、でそれを見たかったんだよ。でもそこでもそこはドキュメンタリーオブでもそれさっき中でも言ったけど、それはやっぱこの映画すごい見せ方をちゃんと、まあね、その整理してて、うん、彼女たちの物語にやっぱ整理してるから、うん、そこはそのあえて不問にしてるということで、まあね、2メートルくらいの黒人のやつらにこう、もういいよいいよそこは処刑シーンは見てない人にそんな場面ないからね多分本当にもないからないなるほどね、はい、はいはいはい、うん、何や、全然、あの、よし君だよ。ああ、はい、あ、僕、まだ続いて。一期目のそのタイトさっていうのは。は、うん、結構そうですね、うん。初回、どういう状況で最初に見て、その後どうなったんですか？あの、試写会で見ました。はい、はい、うん。で、まあ、一人で行ってたんですけど、うん、あの、たまたま、偶然、あの、堀越レオさんが来て、いらして、うん。で、見終わって、うん、あの、秋葉原の劇場だったんですけど、うん、で、そのまま、あの、堀越さんお仕事があったんですけど、うん、もう僕一人でね、この感情どこにも処理しきれないのでそれどういう感情なの。いや、なんかこう誰かとなんか話さないですね。吐き出さないとやばくなる感じないですか、終わった後。すごいある。もう初めから一個ずつ追ってって、うん、あそこがどうだったどうだった、うんうん、で、あの時のあの表情がどうのとかねそういう細かいところから、はいはい、もうでかい話から、はいはい、で、まあ、堀越さん お忙しいのにファミレス連れてって、うん、まあ、2時間ぐらいちょっと時間作ってもらいましたね、うんうん、でその後森田さんとかブブカチームが試写会に来るって言ったから、うんうん、この後予定どうですかって聞いたら今入校時期忙しいからダメだったのでそれはもう一人で帰りました。じゃあもう溜め込んでたわけだ、言いたい言いたいって、ね、しかも試写会だからまだネットとか見ても感想とか全然上がってないから、もう誰とも共有できない。そう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 、うん、早く公開で来い。見てない人ね、ネタバレになっちゃうしね、あんま言うとね、うん、そうなんですよ、辛かったですね。ただのもう細部に行っちゃったオタですよ細部ですよ、細部です、細部あ、まあそうですね、はい、ではじゃあコンバトレックさん、うん、はい、うん、まあ、ちょっと僕はそのブブカ座談会チームというところで言うと、うん、一応初心者代表みたいな役、うん、まあ本当に僕一番ぬるくて、うん、その見れる時に見るぐらいのスタンス、ぬるいっていうか、だってむしろ、うん、いやだからここがね、さっき言ったなんでここ、はい、俺とコンバットレックが、うん、あの最近も特に揉めるかっていうと、うん、コンバットレックが見てる何かは俺が見てなくて、うんうん、俺が見てなんか興奮してる何かをコンバットレックは見てなくてで、お互い何見てないわけみたいな、でお互いのジェラスがね、うん、見てることに対するジェラスで、あの確かにそれはいいんだろうけどもみたいなでも何、あの俺の知ってるあれと比べてどっちがいいわけとかさそういうあの意地の張り合いになってた。そうだ、ほらレックさんマジスカで入ってるから、うん、マジスカを見てない白くん余計にさ、なんかちょっとで俺はそのマジス、まあそれはね、マジスカ後から見えるけど、うん、あんた総選挙見てないんだろうみたいな。いや別にでも総選挙を動画では見てるわけだから動画では見てるだから後かで、うん、その要はそのお互い見てる見てないの、そこで今意地張り合ってもしれない相互ができてたらマジスカ買ったよ、だからさ、それで、うん、まあまあね、うん、で揉めがちなんだけど、今回はまず揉めないだろうっていうのはまず、うん、あのまあ、両方とも2人とも見ていると、そうそう、うん、それだけかっていう、まあでもね、見てるのと、僕はね、割と今回の映画、見た人同士はあんまり揉め事は少ないだろうなと思ったのは、そんなことないよ、取っ組み合い起こってたよ、まあね、その推しがいるとか、なんかアンチのメンバーがいるみたいな、そういう人が相変わらず見終わったと同じこと言ってたら、それ、揉め事も起きるでしょうけども、うん、いや、ここはだから、うん、ちょっとあの中でも言いましたけど、僕らがもう過去10年、はい、いろいろ話してきたことの、うん、そうそうそう、本当に集大成っていうか、具現化だからさ。いやもう本当、レックさんもそういうこと見終わったこと真っ先におっしゃってて、うん、はい、だから白くんのね、はい、今日のハスラー聞いてて、まあ、本当にこの10年、ただいざそれが実際に実現してみると、うん、俺たちはつまりこういうことを望んでいたのかと思うと、うん、もうバカ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 みたいな最低だみたいな感じにもなるっていうことだね、うん、で僕はだから見終わって、まあまあ見た初日はね、一人で最初見に行ったんですけど、うん、バルトで見て、うん、割と日曜日に見に行っちゃったんで、うん、女子がすごい多くて、小中学生女子がメイン層、はいはい、でオタがすごい少ない日回で、お昼だったんで、はい、小中学生女子&親子連ればかりみたいな回で、もう見終わった後、まあ見てる最中からみんな、うん、女の子がみんな泣いてて、うん、で見終わった後
パッと客団つくじゃないですか、うん、誰も席を立てないみたいな、もう衝撃受けちゃって打ちのめされて立てないみたいな状態になってて、はいはいはい、まあ多分みんなそのピンクレディの活動大写真みたいなキラキラしたものを見に行ったちょっと出す例がね映画あれはね、さっきもね、実はそのメガザ特集でちらっと合間で話してたら、あれは面白いけど出す例が特殊すぎるもうちょっと本当のとこ出しちゃう、まあ、まあ絶対に例に引いてない映画ですじゃあおにゃんこだムービーでも何でもいいよ、おにゃんこだムービーもなるけど、うん、まあ、まあ、とにかくなんかアイドルが楽しく何かをやってる何かを見に来たはずなのに、一作目は少なくともその、まあ、楽しくっていうかさ、ネガティブ感はあんましないじゃないですか、なのにえっていう感じだったと思うんですよね、うんうん、みんな、はい、でまあでもその打ちのめされる気持ちもよくわかるなと思って、多分あれ子供の頃に見たら結構なトラウマ映像、いやだからあれですよ、メールでいただいたその、うん、ヤイユエヨーナさんが、うん、小学生の娘が AKB になりたいと言わなくなった、いや本当だと思うんですよ、これでなおかつあれを見て AKB に入りたいと言い続けてるやつはすごい根性ありますよ、いやだからその研究生たちじゃないけど、うん、あのラストパーパーパーみたいなさ、それをあれさスローモーションで戦場でさでーとか敬礼してさ、ね、選手たちはそれでも、はい、戦うみたいな、繊維紅葉映画ですよね、繊維紅葉映画ですよね、でその翌日がブブカ座談会だったんですよ、うん、で翌日はもうそのまま行こうと思ったら、このね、あのヨシさんがどうしてもみんなで並んでみたいって言ってごね出してなんかキモい、まあまあわかりますよね、いやいやあれはね見たテンションで喋らないとダメだって、まあそうだね、まあ、まあそれは合ってるよね、うん、でもさ縦に席取るとか席の取り方とかあるよ、みんなでだからさあれでしょ、なんか疑似グループ化したいわけでしょ、その疑似グループ化って何、横並びでさ四十のおっさんがさ4人泣きながら見てるわけどうなんだっていう、なんかそのチーム感が欲しいわけでしょ、いやいやだってこれはさ、せっかくさ俺たちのなんちゃらってシリーズ続けてるんだから、やっぱ一緒に見ないとダメですよ、まあまあ、いや俺の横がさ、あの堀越秀夫さんでさ、あの人もう泣くの大好きだからさハンカチじゃ足りないと思ってタオル用意してきましたからってすごいでかい吸水性の高そうなタオル持ってきててさ、堀越、はい、さんね、あのラインが低いからね、涙のね、安い涙だから俺とレックさんの架空の話で号泣するからそうそう妄想話聞いてるだけで泣き出してたからない話ですからね、まあまあでもね、そういう話がいいまあまあそれはさ、はい、見て、ね、まあ僕はね、見終わった感想で言うと、あ、これ多分歌丸さん俺と近いだろうなと、うんうん、まあ見終わったすぐ思って、うんうんうん、要はその美しいものと残酷なものが同居しているエンターテインメントっていうのを、うん、結構ここまでむき出しにしてきたかっていうのがやっぱり第、うん、最初の感想で、うん、で僕はその個人的にもそのここ数年、うん、アイドルってなしなんじゃないかに結構傾いてたんですよ。あの法律で禁止する、禁止しろ派だからその禁止しろ派禁止しろ派禁止しろ派ってないけどそんな派ない二大政党みたいなこと言えないでくださいよ。まあでも分かる、はい、結構ねそのバランスがそっちにも傾きつつあったんですよ。あのさ思い出したけどさ、うん、総選挙の後の俺の超興奮状態の時の議論も、うん、どっちかっていうと、そうそうそう、あのレックさん的にはそっちサイド的に そんなのダメじゃんっつって、あの時すでに結構そっちに傾いてたのもあって、うん、それは面白いのはわかるけどっていう、うん、そのね、うん、だからまあ AKB だけじゃなくて、まあ他のアイドル見てる時も常に罪悪感を感じながら見てるみたいな状態がもう何年も続いていて、でそんな状態だったので、もう映画実は僕ね、まあ、ちょっと順を追って話すと、ね、本当にもう後半のある解決の、うん、自分的な解決のシーンに行くまでは、うんうん、怒りがどん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 込み上げてくる状態、むしろ運営側に対する、あ、運営というかなんていうんだろう、まあその、まあ、構造というか、そう構造だから歌間さんが言った、うん、そのこの映画で触れてないという部分ですね、うんうん、だからもう何が頭にきたって、その総選挙のシーンでやっぱりさっき歌丸さんも言っていたように、うん、僕はやっぱ大島優子の、うん、があんなに深く傷ついてたなんて全く思っていなかったんですよ、うんね、で僕はなんか勝手に大島優子はすごく強い人で、うん、なんか乗り越えられる人だって、うん、勝手に自分に都合よく解釈しちゃうんだけど、うん、それは等身大にさ、うん、20歳そこらの女の子が傷つかないわけがないわけですよ、まあ、彼女自身もそうやって見られることを望んでいるからってもあるんだよね、まあ、そう、そのだからすごい痩せ我慢する人なんだけどもさ、うんうん、でもその痩せ我慢分かってあげてなかったのかなっていう気持ちにもなったし、大の大人がね、そう、うん、これでいいんだ、そうそうそう、これでいいんだじゃねえよ、アテレコ最悪じゃねえよ俺の渾身の渾身のアテレコ、あの時のあのアテレコにみんな感動してたけどさあれ全然違ったじゃん、いや違う違う、段階でも反省してます、違う違う、大島さんはそのこれでいいんだというふうに見えるようには絶対演じてた、もちろん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 そうだね、だからそのうわ歌丸分かって
ってんじゃん。逆に、そのね、俺は分かってあげられなかった。うっせぇよ、ジジイことですよ。待って。でね、その選挙のシーンがさ、やっぱり、まあ相当な、要は僕らが普段見てる選挙って、裏の部分はここまで見せてないわけじゃないですか。それでもあれだけ残酷だったものの、うん、バックステージにカメラが入った時の残酷さで、うん、僕が一番ひどいなと思ったのが、うん、高見菜が、あっちゃんどこ、あっちゃんどこって言って、前田探して前田を見つけて、で、前田によかったって抱き合ってて、ひとしきり祝福した時に二人が移動していく、カメラがパンすると、いたのがボロボロになって泣いているし、葛西と一緒に。そうです。でも俺、あそこで、カメラマンお前板野さんここにいるからあっちでやってくださいって一言言えねえのかお前と思ったの。いやむしろそこを入れるみたいな。そう。ね、絶対分かってたわけでしょこれっていうさ。で、まあそういうのも含め、そのあと大島に無神経にさどうでしたとか聞いてるやつとかさ。ね、いやでもそれはそれはむしろ、うん、ひょっとしたらカメラマンがねその違う人でさ、そのこっち側の人はそのオフィシャル的なあれでその凛としてる大島優子を見てるからもうちょっとなんか。そんなじゃないのかなと思って撮ってる可能性もあるし、それは責めらんないけど。でね、そのシーンで俺がすごく腹が立ってたのはなぜかといえば、まあもうそのここ数年の葛藤もあるんですけど、この映画のキャッチコピーですよ。お少女たちは傷つきながら夢を見るって傷つけてんの、うん、お前らだろっていう話。そして俺たちだろっていう。そうですよ。でさ、なんだろう、傷つきながらじゃねえよな、これっていうさ、作ってるやつと、それで良しとしてる観客、ファンが傷つけてるわけで、うん、もうやっぱこれなしだろ、アイドルと思っちゃって、もうずっと見ながらね。うん、で、まあもちろんいいシーンはいっぱいあるんですよ。その、大島が泣いているところで、篠田が黙って現れて、うん、ね、うん。で、篠田の胸に大島が顔を埋めて。どっちかっていうと、篠田の顔見たらもう止まんなくなっちゃったみたいな感じだね。まあね、で、抱きしめてる篠田も男泣きっていうシーンとかさ。男泣きでしょう。まあそういうすごいシーンとか、もちろんそういうとこではさ、こっちも。すげえ映像なの間違いない、ね。そう、すごい映像で、やっぱりそういうなんかメンバー間の美しいさ、関係性とかで泣いてはしまうんですけども、うん、はい、大好物でありますよ、それは。泣いてしまうんですけど、これを生み出してるのって、すごくこの残酷な構造じゃねえかって、やっぱだって意図的に負荷をかけてる。そうなんですよ、うん、結局そこに行き着いちゃって、うん、で選挙ってもう徹底的に精神を痛めつけるものじゃないですか、うん、でそのもう一個のピークである西武ドーム、うん、西武ドームは肉体を徹底的に痛めつけてるんだけど、うん、まあ、さっき歌間さんも言ってたけど明らかにこれ人災だよなっていう人災というの防げたしかもこれわざとですらないっていうこの、うん、あのね、裏方 の責任もそうだし、あと過密スケジュールが絶対ありますよ。そう、あのリハができてないっていうのも、そう、リハもそうだし、言ってましたね、うんうん、はい、うん、で特にさ2日目のさバックステージは結構さその混乱の原因とかがよく見えるんだけどさ、そのあれだけの大きな舞台であの人数が出る位置とかが毎回変わるわけじゃないですか、うん、進行表がすげえちっちゃいコピーが点々とあってあるだけ、 でかいボードを要点に全部置くとかさ、そのイベントやってるプロとは思えない仕事あと、うん、それこそ一人一個フローチャートがあってもいいぐらいのあれだよね。ずさんすぎる。だからさ、うん、歌丸さんなんかさ、うん、その自分でステージ立つからさ、わかると思うけど、うん、はい、で、僕らがライムスターのライブとか見に行ったって、もっとスッキリしてるじゃん、バックステージ。うんうんうん、だし、もっと進行とかさ、ちゃんと回るようにできてるじゃないですか。うん、まあ、人数が違うけどね。違うけど、でも多いからこそ、もっとやんなきゃいけないし。いや、ほんとほんと。だし、その。いや、だからその、ほんとに真っ当に言えばもう全然あれは。うん、そう。で、メディカルスタッフの数が少なすぎんのよ。うん、あのね、酸素吸わせてるの全部同じやつだね。そうだね、男の人がね。そうですね。で、メインのメンバーばかり吸わせてカメラも追ってるけど、うん、サブメンバーがたまにさ、カメラがパンすると、うん、倒れてほったらかしされてるの映るわけ。さっき言ってたんだけど、どっかあのセットの四角に、うん、こうやって知らずに倒れてて、3日後に発見とか、そういう人いるんじゃないかっていうさ。そう。でさ、まあ、現場で、歌田さん見てないと思うんだけど、うん、あれ4階建てのセットだっけ。いやでもね、すごい巨大セットで、センターは柵ないのよ、うん、危ない、うん、酸欠で倒れてるやつとかをあそこに立たしてるわけ。フラッと行ったらね、うん、でなんかもう傷つきながら夢を見るとかそういう段階じゃねえぞって怒りがもう西武ドームのシーンでも、うん、そのまあ感動的なシーンに関してはね、まあいろいろ後でディテールは置いといて、うん、僕はまずそこでも怒りがどんどん溜まってって、正直この映画の最大のピークとみんなが思ってるだろう前田敦子のフライングゲットのシーンでも相当複雑な気持ちで見てました。まあまあそれはそうだね。何もなかったから良かったけれども、うん、まあね、何もなく、しかもあれができる前田が持ってると言えば簡単だけども、なんかあったらどうすんだこれと思ったんですよ。うんうんうん、あれは。はいはいはい。で、あのシーンの後に、アンコール前に、その、全員倒れるじゃないですか。うん、最後、ついに大島までも。ね、うん、
ぶっ倒れる高見沼でもう正気じゃないみたいな ね、 で大島が次どこだっけって言っても誰も答えられないあれとかさ俺はだからもうそこはも う、 もうマジ殴りたい。いや俺あの映画館のマナーねもう破ってもいいからもうガーンってもう蹴りそうよふざけんなよみたいなもう殴るかもしくは次の曲教えに行きたいみたいな状態じゃないですか無能高見沼指示仰いでも誰も答えないシーンありましたよね。あったんだよね。だからスタッフも申告頭に入ってないっていうのもさ、うん、お前らは時間あるよなっていうメンバーともかくっていうだから兵士は頑張ってんのに、うんね、もう司令官たちがもう入ってでもそいつらは初日に制裁されてスタッフが入れ替わってんのかもしれない初見師は初見師東京東京に架空の初見師西武ドームの暗がりでねあの小路春とかが後ろでこう練習してる反対側の壁で道路びっちょびちょみたいなだからねこれだ2日目から入ったスタッフかもしれない置いといてまあそんなことはないです冗談です、はい、冗談ですということでねいやービール飲むとこういう話もありましたよね、うん、まあまあ で、うん、でもそのじゃあ怒り心頭に達しているところが、うん、で俺が反転したポイントは僕が反転したのは実はねその後に要は3分のインターバルが9分になったんでしたっけ。そうです。3分が9分になりアンコール高見菜が出ていって後ろ姿を追って、はい、高見菜倒れるよってスタッフの声が入るんですよ。字幕に出ますね。で、うん、その次の瞬間高見菜が走るぞって走れだ花道ね走れって絶叫して全員が笑顔で走ってくるシーンあるじゃないですか。しかもあれは別に進行表に書いてあるってことじゃなくてもうアドリブなんですね。もうそうだ、ね、持たしてるだけだもん、ね、であの高見菜の走れを聞いた瞬間にあれとなんか俺がいろいろしてた心配に大きなお世話だこの野郎って言われた気がしちゃったんですよ高見菜に、はいはいはい、要はアイドルサイドからノーって言われた気がしてその心配を、うん、まあそれもそうだ、ね、だってあの状況で走り来るかと思って、うん、でなんか僕はあれを聞いて、うん、そのなんかボクシングは危険だからやめさせろって言ってるようななんかものすごく野暮なことを自分が言ってたんじゃないかという気持ちにさせられてしまったんですよ、はい、ボクシングはちょっと思いましたね、だってボクシングってお互いの顔面だけを殴るっていう、うん、一番人体で攻撃しちゃいけないところを攻撃するスポーツじゃないですか、うんうんでだから俺がやってた頃ことって19巻の最後ですよ明日のジョーの行かないで矢吹くんっていういやでも行かないで矢吹くんも必要だよでも俺がやってたことは行かないで矢吹くんなんですよあと矢吹ジョーにもっとちゃんとしたトレーナーがついてるから知らなかったなってないんだ結構似てるよ構造そう、それやっぱりボクシングにすごく似てるの似てますはいで実はねブブカの座談会で結構意見がここが割れて、うんうん、僕がね前田のあのシーンだけ僕はもちろん僕もグッと来たんだけど、うんうんうん、完全に喜べなかったところで2つに割れてでも俺もポジティブな感情と言い切れ、うん、全然言い切れない、うん、もうなんかとにかくもういいっていうか、うん、もういいからって言いたくなる気持ちだったね、うんうんうん、そうそんでその高見菜のシーンで僕はもうやられたと思ったんだけどでもちょっと待てよとこれ編集されてるし映画だし、うん、この順番で見たから、うん、あの映画の中では一つ納得させられる構成になっているんだけれども、はいはい、例えば高見菜の走れから始まった後にこの阿鼻叫喚の地獄絵図っていうのがもう一回来たら、うんはいはい、構成が逆だったらどうだろうとか考えればとかあのさライブ後に、うん、あの彼女たちがどういう状態になったかは見せてないじゃない、うん、だから完全にそのこのアイドルありかなしか問題みたいな法律で禁止すべきかどうか問題の答えは出てないんだけれども、はい、ただ一つ言えるのは、うん、やっぱりその映画の編集の流れとして異常によくできてるそう、そうですね、そのそれはそうですそれこそあのレックさん的な感情の流れも計算に入れた、うん、流れじゃないですか、はい、だからすごい劇映画として面白いっていう そこはよくできてるんですよ、うん、古川君言ったの分かるさらに言うとボクシングも未だにヨーロッパで法律で禁止すべきっていうのは未だに出ますから、うんまあ、だから結構同じなんですよ全くそで、うん、そのちょっと座談会ではあの長すぎたんでいろいろカットされてるんですけど、うん、やっぱりちょっと分かれたのが、ここ残ってるかな、そのブブカさんのフライングゲットのね、シーンで、うんうん、やっぱり前田が自分で出たいと言った意思がっていう話が、堀越さんか誰かが出たときに、でもこれは出たいと言っても、これ、漫画とかドラマじゃないんだから、そう漫画やドラマならそれで出て、うん、それで、あれですよ、ミッキー・ロークのレスラーみたいに意思を貫き通したっていうのは、貫き通して、もう死ぬかもしんねえけど、やるわ、美しい話かもしんねえけど、これ、現実に少女たちがやっているものに対して、だからいいんだとは俺は思えないっていう別れ方をちょっとしたんですね、そこで。でもその後の高見菜で、またガーンとカウンターが返ってきて、うん、だから、そうよ、でも
あの、うん、レックさんの感じ方すごい大事で、うん、俺はすごい、あの、てか、突きつけてきてるし、そうなんですよ。あの、言ったけど、あの、アンコールのところとか、うん、この状態なのに、俺たちはといえば、あーかーい言ってる側じゃないですか。うん、だからその、もう、構造自体のあれは実はものすごいとこまで踏み込んでると思う。で、だからこの映画が、その、歌丸さんは、その、運営サイドとかね、大人が、儲けてる大人がっていうところは抜けてるって言ったけど、でも、むき出しっちゃむき出しだよね。抜けてるっていうか、不問にしてるけど、不問にはしてるけど、してるけど、正直に自分たちがその残酷を演出してるっていうのは、まあ、見せてはいるよね。見せてる。いや、でももうこれをやったこと自体がもう。西武ドームが人災だっていうことは、はっきりと映画の中で描かれているし、誰が見ても人災ですよ。だし、俺たちが見て、あがたこうだね。そう終わった後ね、歌舞伎町で、歌舞伎町の中華料理屋で、ああだこうだ言って、てめえこらとかやってた時にですよ、うん、モーニング娘。だってなんだって、これはあったんだよ、そうそうそう。だから、映されなかっただけでね。そう、ブズカ座談会でも言ったんですけど、うん、その、アサヤンって、結局、内々がスタジオで拾うから笑っていいものっていう提出の仕方。でも、当時のギリギリ出せるのは、あそこで笑いに落とさないと、うん、多分エンターテイメントにならなかったんで、歌丸さんもハズラにちょっと言ってたけど、うんうん、でもそれを、AKB は笑いに着地させず、うん、ただそれを見せてきたっていう、うん、モーニング娘。だってもう相当ですよ。うん、でも当時俺たちひどいの結構ゲラゲラ笑ってたっていう。うん、まあね、そのね、カロノマリ飯田さんが目見えなくなったんですよね。なあ、目が見えないってだから、そういうのも全部、うわーと思って、なるほど、やっぱりアイドルって、いや、もちろんそれは、その AKB 以外の後ろにいる、うんね、地下とか地方アイドルも全部含めて、うん、みんながこういう目に遭っているんだっていうさ、うんうん、で僕はやっぱりこれをね、その本人たちがそれを受け入れてやってんだからしょうがないじゃないですか、やっぱり言えないねっていう、うん、それは言えない、うんうん、なんだってそのそれはね、そのこの曲入ってくる時に分からないことだ、うん、だからこれ実は見せて小学校の女の子が AKB になりたいと言わなくなったっていうのは誠実かもしれない、うん、そうそう、だって今までの子たちはそれ聞いてないんだもん、いい子だよって、もうちやほやされるよってさ、うんうん、ね、入ってみたら、でしかもでもさ、ここから先さ、例えばここでは絶対に描きようがない、もっと本当にさ、うん、きついこととかさ、はい、それこそ本当に芸能界のさ、うん、闇みたいなこと当然描くわけじゃないわけで、はい、だからこれ以上超えたらもうさ、まあギリギリのラインだよね。そうだから、この先どうすんのかもちょっとない。そ, ね、それは結構ギリギリのラインだよね。だからこれをそのだから手放しでやっぱり面白い、面白いんだけど、面白いんだけど、ってことはこの方向で行くとね、うん、っていう、そのなんかさ、そのメールでさ、そのシネマアセラーに来てるメールで、はい、手ぬるいもっと見せろって言ってる人がいるのを聞いてさ、うん、古代ローマのパンクラチオンを見てる観客のようだと思ったの。要は最終的にはライオンとの殺し合いを見せろっていう要求じゃないそれ、うんうん、ボクシングが今、ね、近代化してルールがあってようやく見せられる、でも未だに違法だって、あの法で禁じろって言ってる議論のさらに遡ってるんだ、うんうん、だからボクシングのルールの中で見せられる一番の真実を見せてる、残酷ショーを見せてどうするんだっていうかさ、いやそれはもっと辛いことは見せられないの、辛いことはあると思うけれども、うん、それ見て面白いか問題ですよね、もうね、もはやね、だから、いや、まあ、これももう面白いかどうかの結構キワキワ来てると思うけど、いやでもだからちょっとさっき途中だったんだけど、この映画ってさ、そのアイドルがゼカヒカって、まあ、僕とか歌丸さんここ何年かずっとその議論を続けてきたけども、考えずにアイドル見てきた人に対しても突きつけてるし、うん、そうですね、うん、だから今日歌丸さんがハスラーで言ったそのね、残酷最高の、うん、話をなんか見た人みんなに突きつける映画だなって、いやそう思いますよ、もんだなという、だからそこがこの映画一番すごいなっていう、うん、僕はそのアイドルが好きで、うん、それをずっと考え続けてきた立場としてそこに引っかかって、うんうんうん、だからさっきね、古川さんが言ってた、うん、一本の映画としてちゃんと評価するっていうのが僕結構抜けてんのね、うんうんうん、だから古川さんのさっき の、うん、あの評価すごい面白かったですね、うんうんうん、なんかアイドルに対するなんかリテラシーみたいなものを一気に短時間でその影も含めてね、うん、で当然それはものすごいスポイルされたものとはいえ、うん、でもその先に想像もできるようにはなってるから、うん、なんかアイドルのリテラシーを一気に与えられた気がするわけですよ、だから多分小原さんもああいう過剰なね、だ実はレスラーになってるんじゃない、そうです、ね、レスラーですね、レスラーって、プロレスのリテラシーをあれ一本見るだけで一気に、できるじゃないですか、レスラーに近いかも、ね、いやただねレスラーとの違いがただその破滅を良しとするというそう、良しとはしてないけど別にあの映画だって、いやしてないんだけれども、うん、その大人の都合でレスラーのように、うん、それでも彼女たちは前に向かって進むって編集してる時点で、それを真実として受け取るのはやばいんだよね、うんうん、で俺はちょっと映画と一本の映画として古川さんが
フラットに割と見て、うん、一歩出方としていいって言ってたところが逆に危惧してたところで、うん、最終的には少し前向きなメッセージ。いや、だから超平和ですよ。で、終わっているじゃないですか、うんうんうん。それがなんかさ、ちょっと手前味噌な感じというか、の危険を、危険というか、嫌悪感も少し感じた部分があって、だから、一本の映画としては、なんか少し、うん、例えば、どうだろうっていうものは少し残ったんですよ。例えば、その、新兵たちが、新兵たちの中で、私辞めますっていうところまで、うんそれもポジティブに描くならいいけど、うんうん、なんかさ、まあね、結局全員とどまってさ、なんかさ、特攻隊を美しいって言ってるような感じが少しあるんだよね。で、その特に大場さんはさ、被災地のあるうんぬんと関係ないのに、うん、もうそこもぐいっとさ、こう、組み込んじゃう感じが、うん、だその、強引になんか徴兵官に、なんか着地した感じは確かにあるかなと、うんうん。ちょっと過剰なところもあって、それは、あれはもう 100% 演出じゃないですか、だって、冷静になったら絶対そこはあるかもしれないですけど、ね。だから僕は割とさ、そこはやっぱ結構、うん、まあ、もちろんそのアイドルに対してビジネスというものに対して少しネガティブな気持ちがあるからより感じたんだと思うんだけど、ただまあ危ういバランスあるからさ、うん、あるある、すさまじい映像とそれを結構巧みなさ、その編集で、いや上手だと思いますけどね、見せてるっていうのは、僕からすると同時にやっぱりすごく魅力的な瞬間もいっぱい映ってるんで、魅力的、そう、僕さっきからよくないその残酷な話ばっかりしてるけど、魅力的な瞬間めちゃめちゃある、ね、残酷にしてる分めちゃめちゃ生まれてるんなるほど、それはやっぱり食らいましたけど、ね、ただそこばっかり賛美したくない気持ちに僕は傾くんですよ、まあまあ、でもまあさ、スポーツとかさ、うん、まあ、ボクシングまで行かなくても、うん、スポーツとか何かしら体壊したりとかさ、まあ、そうですね、うん、その、はあるわけじゃない、それこそ最悪の場合、なんか怪我の先死んじゃったりとかもあるわけで、うんうん、僕もそうですね、でもアイドルというものがそういうもんだし、それ分かってて入ってきてるんだから、しょうがないじゃんって言えないね、うん、言えない、うん、絶対に、それは言えない、だからその危険性が、危険性、うん、このスポーツの危険性があまりにも今まで隠蔽されてきたから、そうですね、そのだからこれを出したことが、公にね、まあ、オフィシャルにしかも、うんうん、まあ画期的じゃない、まあ、描いてるそのライン引きがどこにあるかともかく、ちょっと森田君なんかとね、サミュエルなんかと言ってたのは、これアイドル版のビヨンドザマットなんじゃないかっていう、あのね、さっきの批判メールはビヨンドザマットまで行ってないっていう、だからそこまではさ、線としてさ、うん、行ってないけれども、でも革命的にかなりその線は押し上げてる、いや、そうなの、だからやっぱりその日本アイドル映画なり日本アイドル史の歴史から見たら、これは革命なんだっていうことを、うん、でなんかちょっとくどくどとね、そうそう、あの、その歴史の説明しないとっていうのはちょっとあったんですね、うん、少なくとも残酷症だっていうことは見せたわけだから、うん、こんなにひどいことやってるんだよっていうことは、うん、まあ大人の側がさらけ出したわけだから、ある程度まで、だからさ、これだけね、あの、戦争は厳しいぞと、はっきり言って命を落とす可能性もあるぞと、という戦場なんだが、だがしかし我々には誇りがあるダーダーダーみたいなさ、だって最後さ、終わり方がさ、紅白のステージに上がっていくときで、前田、篠田、はいはい、ジュリナ、レナとかさ、はい、転校して、はいはいはい、選抜メンバーを、あとね、ライブに出すときに、ね、ライブに出すときに、ゴー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 、落下さん舞台で、落下さん舞台とかさ、あと俺、あの、なんか、あの、研究生のこの朗読に、はい、あの、スローモーションで、西武ドームの、うん、あります、ね、舞台がかぶるとこが、すごい、うん、あの、戦争映画、あの、徴兵映画、ラスト周辺の、パーパーパー。そうなのか、うん、プロパガンダっぽい。そういう、プロパガンダっぽい。そう、映像で。高見ながら、そう、ハートマン軍装できる。来たでさ、今度からさ、その、新兵訓練シーンみたいなさ、その、あるかもね、そのね。うん、そうね。まあもちろん、でもやっぱり、でもそれでもやっぱりこの編集で見せられると、やっぱり高見なの、うん、あの、ね、走れの一言で全員が走るのを見るとやっぱりやられてしまって、はいはい、素晴らしい、俺が口出していいのかこれって気持ちはやっぱりさせられたりとか、でもさ、そこで走らんでも、いやでもさ、あそこでさ全員走ってくるわけじゃん、しかもだから、そのさっきも言ったけど、そのアンコール引き伸ばすためにあれアドリブで、うん、要するにマジスカのキャラの状態でマジスカで引っ張ればいいですよねなんて言ってるじゃないですか、うんうんうん、引っ張ればって、ね、でこれ一個この流れで重要な話だから言わせて、うん、歌丸さんまだマジスカ学園見てないんだけど、うん、マジスカ学園で大島優子が、まあ、番長なんですよ、うん、で大島優子が病気で余命いくばくもない状態なんだけれども、うん、ずっと痩せ我慢を張り続けるっていうので、うん、あそこで出てきた時の大島がマジスカの衣装で、うん、さっきまで酸欠でね、あんな状態になってた人とは思えない痩せ我慢の張り方とかが、うん、マジスカ脳の俺とかもうマジスカ脳そしてね、あの、そのマジスカの話するときいちいち歌うさんはまだ見てないと思いますけどこれは
喧嘩、これがいちいち喧嘩の原因なんだこの野郎っていうね、うるせえなっていうね。でもあれはもう現実と旅行がもうカッチャになるっていうか、ちょっとね、だからすごいシーンなんですよ。マジスカ学園が、わかりますわかります。だからマジスカ学園がいかによくできてたかっていう、その、それぞれのキャラをちゃんと踏まえた役作りをしてたって、ね、当て書きしてる、ね。柏木と小地春以外は完璧に捉えてるんですよ。それもわかんないな。見てください見てください。まあ、いやだってすごいよ、3人しかわかんないって今、うん、日本の中でも結構来てる人ですよ。まあ、でもいやでも結構こういう人もこういう人で多いと思うんですよ。でもいやでもそういう人も見ても面白かったもんね。俺があんなにデスクの大島さんとかやってるのに大島よく理解してなかったとびっくりしてたんですよ。すごい頭の中で今もシャーッとピント合ってますからね。あでも事前にあの、うん、憧れ師匠 の, そのキャラクター解説受けてたことは大きいかもしれないですよ。意外とそうですか。やっぱりそれが良かったと思います。ありがとうございます。多少なりともその歌舞伎町で飲んで管巻いてるよりは役に立った部分はあるんじゃないかと思いますけどね。僕は小林さんみたいなのが今一番吹き上がってると思いました。いやそう思います。でもやっぱ聞いててやっぱり古川さんとか小原さんとか近藤さんとか、うん、そのあまり興味なかった人がフラットに見て喋ってるのがさっきすごい面白くて、うんうん、この映画を見ないで AKB のことタイクを言うやつはマジぶっ殺すっていうぐらいの気分になりますそれは、うん、この映画 の, じゃその監督なりの意図は、うん、100% 達成されてるってことだ ね,、うん、なるほどね。だから俺たちが歌舞伎町で彼女たちが努力してる裏で歌舞伎町 で, 歌舞伎町で朝まで飲んでるやつらがの危惧は、まあ、やっぱうるせえよっていうことなんだよ。彼女たちが練習してる後で運営分かってねえよな。最悪だね。それ本当恥ずかしい。でもそれが多分秋元康さんも徹夜で詩とか書いてる。そうですよ。そんでさ、またクソ曲かよとか言ってさ、最悪だよなっていう。まあ、ちょっと待って待って、まずさ、またクソ曲かよってそういう乱暴な切り捨て言うのはあなたですから。おっぱあなたですからこれね。いやでも。まあそのまあ、今のでも僕の話だとちょっとなんかこうきつい感じばっかり伝わっちゃうと思うんだけど、はい、うんうん、それだけじゃないんですよ。いやそれだけじゃないっていうかその、うん、あなんていうかなアンビバレントなんですよ。その、うん、彼女たちの絆が強まる部分は彼女たちが苦しんでる部分でもあり、うん、でも難しいとこだけどね、うん、でもあの何のためにじゃあ例えばスポーツを見るのとかさ、それにも近いと思いますよ、うん、そうそうそう。でちょっとこれ例えとして難しいんだけども、うん、ガッタス僕ら好きだったじゃないですか。あのガッタスっていうのは女子アイドルフットサルシーンっていうのがあって、はい、それのハロプロが組んでたグループですね、はいはい、でそのスポーツによって僕らの見たかったものが、うん、結構新しく見えてきたと。その朝やんで見えてたけど朝やん終わって失ってきたものがもう一度スポーツでより純粋に見えてきたと思っていたら、ドキュメンタリーっていう形を取ってここまで出せば全然出てくるんだなっていうのはちょっと思ったんですよね。うん、あのねアイドル誌の解説なんかちょっとそこはさすがに飛ばさずれなかったけど、それも間にありつつって感じなんですけどね。そうだからなんか結構全然見えたなっていうか、だからこれ以上えげつなくする必要は僕はないと思うんです、ね、だからそのアイドルが頑張ってる姿とか、うん、そのさっき言った不足のところっていうのは全然さ、うん、そのプラスになりうるわけで、うん、実は今までの意外とこの俺たちがこうずっと話し合ってきた理論みたいなことは全然そんなに現場に生きてるわけじゃなくて、むしろ隠蔽する方向に行ってたから、うん、そうだからここまで極端じゃなくても、うん、なんかこう課題を与えて頑張るでもいいし、うん、まあだから総選挙っていうのはすごく極端な負荷がかかるものだし、うん、西武ドームのあの人災も極端な負荷だけども、うん、どのアイドルグループでも起きていることじゃないですか、うん、じゃんけんね、俺初めてあ悪くねえんだなと思いました、うん、本当にリックさんとシロー君の意見が、ね、全く同じだね。本当に全く同じこと言ってる。あ、そう、うん、そのザランカイムとザランカイムと分かる。仲良くしてよ、もうそうだから、あそこでね、実は先月のザランカイが先々月のザランカイでもう一つ競争させるようなことを提案してたの、僕たち。ほうほうほう。運動会とか、ね、運動会とか、あの、格闘技とか、うん、何でもいいけれども、努力すれば勝ち負けが決まるものも必要なんじゃないかと言ってたの。人気があって、運があったら、実力で測れる何かとか言ってたんだけど、うん、これ以上やったら死にかかる。本当だよ。それこそ、じゃんけんっていう、すごく気楽に挑めるものがないと、うんうん、あれ、じゃんけんはね、いろんな理由を秋元さんが、うん、面白さとか何とか、運がどうとか言ってるけど、違うよ、あれ。うん、間にね、あれ挟まないと死人が出るんだよ、多分。で、うん、その順位みたいなのを一旦無化する必要があるというか、だから知りやすすぎるんだよね、やっぱり。そうそうそう。あの時みんな笑顔だもんね。そう。そうね、あそこは本当救われるし。で、なおかつ、その去年の展開は、やっぱそこで、うん、そこででも篠田が、
もうしかも必然としか思えない理由をさ、そうなんですよ。しかも人間力のみで勝つみたいな。もうさ、負けると思ったみたいな。目を見た瞬間に負けると思った。だって3位と2位は怖かったって言ってるわけですよ、ね、怖かったね。ちょっとほっとしたですよ、ね。あとさ、そこのさ、裏でのさ、その峯岸さんのさ、はい、あれも、ね、あのフォローも良かったじゃん。峯岸がさ、いかに AKB の中で重要かっていうのはなんか分かる映画。だってさ、ぶっちゃけ、もう本当にさ、前田、大島、高みな篠田にしかスポットが当たってない中で、峯岸がすごくいい役割をしてる映画ですよね。うん、まあね、そうなんだけど、うん、ただ、峯岸さんとか、指原、ね、さんとか、北原とかね、いや、ちょっと聞いて聞いて。うん、とにかく、この映画では比較的コメディリリーフ、まあ、峯岸さんはちょっといい場面だけど、うんうん、コメディリリーフ的に扱われている人たちにだって、やっぱあるんだよ、それは。そうそうそう全く同じこと。あのね、座談会だと。ちょっとね、びっくりするんだけど。シンクロ率が高すぎる。ある程度、近いことになると、感想が近いと予想していたが、あそう同じすぎて怖いこれは、伊達の10年じゃないよ、ね。だって同じことを次々に言うから、びっくりしてるんだけど。だから俺は見て怒ったんですよ。この、指原と北里江がかわいそうだって。そう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 。この流れで見せちゃうとね。貧乏くじだろ。もちろん映画の中の息抜きとして、何かっていうところで、いやでも映画の中で美味しく扱われてるってことですよ。好感持つよあれは。でもさ、あの子たちがすごく気楽に AKB やってるように見える見え方、要は順位が低いからプレッシャーがないような映し方はひどくないかと思って。あれはだって北里江だってさ、指原だってさ、うん、辛いこといっぱいあるよ、うん、っていうか、あれは辛いからあれをやってるわけじゃない。そう、うん、だから、ね、なんかだからでもあそこはでもさ、なんかこうちょっとあの使われ方かなと思ってかわいそうだった、ね、俺。でもあのシーンしかポップコーン食えないんですよね。息詰めちゃって他はもう全然食えない。あの音立てたら怒られるんじゃないか。こうやってそのキタリアがかわいそうだとかって言ってること自体順位付けの結果なわけで、うんうん、なんかそのやっぱそのマスタープランの一部じゃないですか、うん、なんかさどうなんだよこれ。いやいや、それはもうこの映画の楽しみ方でしょう。でもそのだから吉田さんのあれで言うとさ、風俗行ってもうとにかくもうビュッピュッピュッピュッ出してましたよ、まあ、もうビュッピュッピュッピュッ言ったんですよ。それは値段分以上のね。でもちょっとジョー大丈夫かこれ、かなり疲弊しとるぞみたいなことですよ。 なんかさ、この映画を見てさ、うん、怒りを覚えることすらなんか思うツボなんじゃないかみたいな感じもちょっとないですか。いやでも怒りまではあれだけど、いや俺は相当怒ってましたね前半戦は。あのだからそこはでも大人の姿を、うん、あのね、あのそれこそさっき言った、はい、高見菜と、あっちゃんがこう抱き合って泣いてるところで、これはもう意図せざるカメラワークで、鏡のところに大人のさ、必要以上の大人の姿を映さないようにしてるのに、鏡のこっち側にいっぱいいるその他大勢のスタッフみたいなさ、そこになんかそのさ不問にしてる、この映画がこの要はこのショーを作っている奴らがこっち側にいる感がさ映り込んで、だからドキュメンタリーのちょっと醍醐味っていうか、でそれはやっぱそのひょっとしたらその監督が、はい、やっぱこの絵だって思って入れてるとこなのかなって思ったわけ。そのなるほど、そうそう、だから、うん、あの実はちゃんと読めば監督さんちょいちょい入れてると思うんですよ、ちゃんと読めばその全体の構造に対する、うん、まあ、もう批判ですよ、うん、さえも入っているとは思う。あとそのさ、いいですかちょっと話変えて、はいはい、あのチーム4のところあるじゃないですか、これ、はい、あの本ちゃんの方で一番言えなかったところもあるし、要するにさアイドル恋愛問題っていうのは常にさ、うんうん、まあ、もうネタバレになっちゃってもいいと思う、うんうんうん、つけまとうじゃないですか、うんうん、それに対して現役アイドル側からそれを言うのは酷だろうがさ、うん、聞けたのってさ、うん、結構すごくないですか、うんうん、あれもアイドル市場的に結構画期的よ、そこに自己言及したっていうのは、うんうん、何黙り込むのそれ、うんうん、大場さんですか、大場さんの件に関して、うんうん、まあ、本人じゃないけど高見菜が、うんうん、過去のものまで引っ張り出されてきちゃって、ね、だし、そうで今はもうさ、そのフライデーとかの時代ですらなくてさ、うん、その本当にプライベートで本来今までインターネット時代じゃなければ絶対に出てないものが出るじゃないですか、だからその今のアイドルがだらしないとかじゃなくて、それはちょっとツールの発達 で、ね、うん、ツールもそうだし、うん、なんていうかな、うん、だからそのより負担が増えてるというか、まあ、そこに関して言えば、なんかでもこんだけさ負担があったら恋愛は仕方ないよっていうさ、もうさ西武ドームのあれ見たらさ、もうさこの後、うん、この後
3日は全部好きなことやっていい。そう確かに確かに確かに。でもこれを見てもまださ恋愛禁止にこだわってるファンがいるとか、俺の感覚だとちょっとさ。いやでもほらその箕輪田君みたいに優子が他の男と話してると腹が立つとか。俺はさっき彼が喋ってるとずっと死ねって言ってあのね、うん、あの選択してるんだから説でもあるしね、うんうん、でも今すぐ彼をタマフルのスタッフから外すべきチンチンにまでずっと言いながら聞いてたんだけどさっき、うん、でもたださそのさ、いやこれはねその僕とかレックさんが考え、うん、それこそやっぱさそのアイドルというものに何を求めるかとか、うん、どういうアイドル史観を持ってるかによってやっぱ違って、うん、やっぱ単純に疑似恋愛の対象であることは否定できないじゃないですか。もちろんね、もちろんそれが一番大きいマーケットなんでしょうけどもね。いや、うん、でも AKB に関してはもはやそうとも言えないと思うけどね。そうです、ね、うん、だからまあそれはそれとして、だからでもそういう層がいることも否定できないし、うん、そういう人が恋愛が、まあ、発覚して傷ついたり怒ったりするのもしょうがないと思うけど、うんうん、ちょっとさ脱線していい？はいはい。歌丸さんがさそのハスラーの前にさ、うん、あの最初のオープニングかな、うん、あちょっと脱線するんだけどさ、アイドル定義ですか、アイドル定義のところでさ、はい、その無償の応援であってほしいという、うんうん、で僕も同じなんですね、うん、まあそれは、うんうん、で僕はずっと言ってるのはそのアイドルファンは岩清水博であるべきっていうのをずっと言い続けてる、もう無償で僕は君のためなら締める、はい、締めるし、そうです、愛と誠の岩清水博というキャラがいて、うん、まあその早乙女愛というヒロインは大河誠というね、うん、不良が好きなんだけれども、ガリ弁の岩清水君は早乙女愛が好きで、うん、不良とできていても、うん、それでも僕は君を愛するよと、うん、で自分を愛してくれるからといって、うん、あの愛すのをやめたりとか、うん、愛とはそんなちっぽけな取引じゃないんだ、うん、みたいなことを、おー、いいこと言うね、言うんですよ、うん、で僕もそうあってほしいとは思うんだけれども、うん、実は AKB っていうのはそこも破壊意図的にして、要は握手というさ見返りし、ある程度のその接触、うん、で僕は、うん、その今まで寸止めだったアイドル業界がフルコンタクトの時代に突入したっていうね、うん、格闘技でいうその、はいはいはい、空手でいうね、そうですそうです、うん、その握手特集に入ってきたんじゃないですか、いやそれとは全然違うんですけど、うん、だからそのそういうところもさ結構さ、うん、壊してきてるっていうか、うん、そのいろんな欲望とかさ、うん、残酷な構造とかをさ、うん、否定せずに、うん、だから会えますよがもうそもそもね、そう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 、うん、全部出してくるっていうさ、うん、この感じでも結局さ、まあアイドル戦国時代なんつってもさ、うん、どこのアイドルもビジネスにならないから、はい、結局程度の差はあれさ、うん、握手ビジネスには踏み込んでいるし、うん、どこのグループも ね、うん、いるしっていうところに来てて、だからこの先さ、うん、どうなってくんだろうなっていうさ、いやそうよ、だからその AKB が盛り上がってて、うん、アイドル戦国時代でリリースも増えて、うん、だからアイドル冬の時代終わったねには全く同意できないっていう感じですね、僕はね。でもさ AKB がここまで見せて、でこの映画はもう本当ね、歌間さんも言ったけど問題作、うん、もうアイドル史上に残る問題作だと思うんだけれども、うん、他のアイドルが同じ見せ方に走る必要はないとやっぱり思って、ね、うん、やっぱりこういうことはあるっていうことは踏まえながらも、うん、そういうところを見せないアイドルがいても全然いいと思う。いやだからそれが例えば、うん、まあ、あんまりアイドルと認めてない人っていうかさ、アイドルにカテゴライズ今やしてない人もいるけど、例えばパビウムとかは、もう言うと思ったよ。そう、パビウムはもう物語としては一旦もう完結してて、うん、でそのメンバー間の関係性ももう安定してて、うん、だから要するにこういう意味でのなんていうかな不安定感から起こる物語みたいなのはないんだけど、うん、でもちゃんと商業的にも一定的にうまくいってて、うん、作品もうまくいってて、で彼女たち見てる分にはものすごい幸せで、何がいけないんだって、ね、だからいけないんじゃないんだよ。だから、うんうん、これがすごくさっきから言ってるアンビバレンスで、俺もパビウム見てるとすごい幸せな気持ちになるんですよ、うん、今のパフュームとかすごいいいなと思うんだけれども、うん、このえげつないドラマ の、うん、はいはいはい、その麻薬のような魅力ですよ、わかります。でやっぱり今のパフュームってすごく魅力的で、なんかこう微笑んで見れるんだけど、うん、この刺激は確かに今ない。あのさ、何ってこのさ、うん、誰かが泣いたって、うん、最悪だね、うん、否定しがたいっていう、ね、なんだけれども、そこを全く今乗り越えた状態で成立しているパフュームの奇跡っていうのはすごく感じるんですよ。だからそれはよろしくお願いします。もちろんお二人がちゃんと今言わなきゃいけないことかもしれない、うん、よろしくお願いしますよ、そこ、うん、だから本当パフュームはその過去誰も到達してないところを今ね、うん、その前人未到の世界を切り開いてて、アイドルは最後どこに行くのかっていう一つの答えが、うん、AKB も出しつつあるんだけれども、うん、この、はい、
見せていくよっていう、うん、でも違うやり方を Perfume は提示してるから、うん、なるほど、それは話が終わってもまだ、うん、続いていいんだよ、まさに彼女たちのショーマストゴーンなんですよね。その好みは分かれる部分はあるかもしれないけど、だからPerfumeが好きな人っていうのは全然俺は理解もできるし、うん、なんだけど俺は本当に最低だと思うのは、こんだけこの映画を見て怒ったとか言ってるくせに、結構 AKB 面白いね。いや違う。だから、結構どころか。いや、だからその、吉田剛さんの風俗以上に説教する親父の手で言うなら、もう、ね、こんだけ怒りながら、周りもうびっちゃびちゃなのよ。カッピカピですよ。びっちゃびちゃ。びっちゃびちゃ。もうね、もう誰が死ぬべきかって、俺が死ぬべきだよ。今もう。いやでもそこがあるだけ立派だと顧客が一番悪いんじゃないかっていう。でもね、でもね、本当にでもこうやってふざけて言ってるけど、うん、やっぱりそのなんていうかな、そもそもまああれは恋愛が元だけど、とにかくその、うん、岡田由紀子はもう二度と出してほしくないわけです。とにかくその、ね、負荷をかけた挙句のなんちゃらは本当にごめんなわけですよ。いや本当に、うん、でなのでです、だからその前から言ってるさ、そのちゃんとカウンセラーつけてるのかとか、ちゃんとその最低限のケアなりとか守ってあげるとか、うん、その例えばスキャンダルなんていうかな、もうこんなことでスキャンダル呼ばわりかよとかさ、うん、もういっぱいあって、大人お願いしますよ秋元先生ちょっと、うん、だし、うん、でもさ、西武ドームのさ、メディカルスタッフのさ、医療体制を見る限りさ、あの彼女たちの心のケアとか一切行われてないと思うべきでしょう、まあね、体のケアだってあの程度のずさんさなんだから、うん、そんなこと絶対やってないでしょう。で板野さんがね、辛いことには慣れてますから、うん、かそう、あのシーンが俺はあそこでも怒りが頂点に達して、あのね、選挙であの彼女が泣いてるところの後にあのセリフが入るんじゃないか、ね、辛いことに慣れてるなんてアイドルに言わせんなよっていうか、う慣れさせんなよっていうか、もうでも慣れさせるの俺たちだよ、やっぱそこがぐる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 、俺死ねえよもうね、でもその、うん、そのアイドルファンがそのやっぱりそのアンビバレントな様子気持ちというか、こういうあの相反する要素があるんですよと、うん、とこをちょっとでも意識してあげれば、例えばその、うん、なんかもうちょっとアイドルに対して、はい、もうちょっとその好きなんだからさ、うん、当たりをソフトに、うん、全体にいろいろしてあげなよとか、うん、ことにもつながるんじゃないですかね、うん、でもさ、そのなんだろう、ファンの人がさ、その AKB って構造的に人数も多いし、推しを作ってっていうシステムで、はい、なんか推しと同時にアンチが生まれるじゃないですか、はい、でファンであるはずの人がさ、この映画を見てまだそのスタンスの人がいるから、うん、劇場で殴り合いが起きるわけだから、まあ見てもまだそうかっていうのとかはあれはちょっとでも、ね、これ見てそういう状況になるのがちょっとね、うん、なんか、いやでも理解できないですけど、ちょっとだからそれはさ、もうこれ本当にでもさ、そのアイドルとか芸能人とかそのテレビとかの、はい、向こう側にいる人っていうのが、うん、ちょっと超人というか浮世離れしてるというか、っていう思っちゃってるんだと思うんだよね。その、18ぐらいの高校生ぐらいとか、20歳ぐらいの等身大の女性と、でもあるというね。その捉えられてないっていうか、そこのでは絶対傷つくし、っていうところがやっぱ抜け落ちてるんだよね。で、それをさ、アイドルっていう職業なんだからしょうがないっていうのはやっぱどうかっていうことですよ。箕輪田くん、ちょっと。箕輪田さんどうですか、まずいですよ、これ。っていうことだと思うんですよね。箕輪田裁判だね。だから僕はその、特にあと前半だと前田さんの、うん、何と戦ってるんだろう。あ、そうだね。そこでもう、しかもさ、二の句告げなくなっちゃったもんね。何と戦ってるんだろう。そうですね。それみんな仲間のはずなのにっていう、ね。あれを最初に持ってきてる構成もうまいなと思うんですけどね。何と戦ってんだろう。うーん。っていうさ、もうさ、戦うべきは何なのかっていうとさ。いや、本当は戦う、本当にそれ言ったらバトルロワイヤルとかでもいいですけど、とにかく、この体制を作ってる。そうなんですよ。やつなんですよ、本当は。だからそこでさ、戦闘メカザブングルだったらさ、イノセントを倒せるんですよ。全体、そうね。そシグリアンが気づきかけてると思ったの、俺あれ見て。前田敦子があれを言ってるの見て、ジロンアモスになれるんじゃないか、この子と思ったんですけど。いや、だし、うん、いや、これ、だからこの映画のすごいところは、うん、あれをそこに入れてるってことで、実は作り手は、そこを示唆してるんですよ。そうなんだよ。本当は。だからそこも出してんだよね。うんうん、だからちゃんと見れば、これはね、すごいですよ。そう。うん。あの、オフィシャルとして言えることの、エンターテインメントとしてのやつ限界で、うん、でも、ちゃんと実は、
踏み込んでるところも踏み込んでて、はい、で清濁あるのはもう完全に示した上で、でもギリギリ俺はやっぱり、まあ、僕リテラシーがないせいもあるけど、うん、やっぱギリギリでもアイドルの希望みたいなものはやっぱり示してるように思えたんですよね。古川さんがねアイドルってね、うん、言わないですよこの人、うん、アイドルトークらしきもの初めて聞いたっていう、しかも初めて、しかもなんかもっと根源的なアイドル論っていうところに、ね、昨日古川君から来たメールに高見なって書いてあったそれだけでも高見さん尊敬します。だって泣いたのごく早い段階なんですよ。あもう最初の僕震災のシーンで泣いてますもん、最初の被災、あのさ震災あの被災地ライブで行って、うん、で、はい、まあ、最初にヘビーローテーションを歌うじゃないですか。本人たちもこれやっていいのかなってちょっと不安に、うん、の中で、うん、でさなんていうのかな、会場も決して豪華なところじゃないし、うん、衣装もできるだけ質素な感じで、うん、なんていうの、もう完全にむき出しの状態のヘビーローテーション、つまりその営業としては決して恵まれた状態じゃないところで、うん、I love you って始まるとさ、うん、もうさ T シャツとジーパンでね、もうさでそれをまあ子供たちもキャッキャッキャッキャ言ってさ、だからもうあの時点で実は俺の中でもある種の答えも出てるわけですよね。このために彼女たちはスタートしてるじゃんってことで、まあだからそれはちょっと言うと、うん、ミュージックジャパンとか、まあ、紅白とも関わってる NHK の、まあ、愛さんというですね、プロデューサーがいらっしゃいまして、うん、要はその、まあ、古川さんも同じ気持ち だと思うんですけど、まあ、限らずですよね。やっぱそのまずその震災の時って、まあ、今でもまだ続いてるし、みんな今でもみんなその気持ちあると思いますけど、何ができるだろうって思ったじゃないですか、うん、やっぱそのエンターテインメントとかショービジネスに関わる人間ができることは何だろうっていうのをすごく考えていて、その方が今できることは AKB に声をかけて被災地でやることじゃないか、さっき言った国民的アイドルが、はい、今こそ、はい、っていう、もうまさに古川さんがおっしゃった通りの流れ でやっぱ多分秋元さんもやっぱ同じことは考えていて、やりましょうとなって、うん、あれが行われているっていうことなんですよね、うんうん、はいはい、しかもあれそんなにその、ね、やってますやってますよって感じでもなくて ね地道にやってた、だから古川さんが見て思った通りのやっぱり気持ちで行われていることなんですよ、ね、うんうんうん、しかもそれでやってたさ、あの峯岸のさ、うん、下に降りてあげればよかったって、うんうん、そんなことも、うん、ね、そんなことっていうか、なんていうね、うん、歌舞伎町で酒飲んで歌舞伎町やったらと歌舞伎町でクソ曲だよってね、え本当きついっすね、本当あの歌舞伎町でいつも飲んでる俺たちを思い浮かべるとマジだよ、本当に臭いですよ、偉そうにさ、ね、何もしてないくせにさ、いやでもそれぞれのフィールドでは、うん、ね、あの戦ってるわけですよ、やってるわけじゃないですか、その過呼吸にならないまでも、うん、でも似たようにもうギリギリのところでね、よしくなんてもうそれはもう、うん、ね、もうやめてやめて、もういい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 ギリ限界まで YouTube を見てる、過去になるほど余計きついよなんだ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 、もうやるやる、待って、ね、うん、あのということで、あのもう1時間経ってしまった、はい、ポッドキャストもちょっとね、そろそろ聞くの12時間話せますからねこれ、ほっとくとね、いくらでもだからそのディテール入ってるんで、よし君はディテールでキャッキャ言いたいみたいだけど、それはちょっとこの後やりましょうか、はい、赤坂にねヒョンブっていうね、はい、あの24時間やってるね、あれがあるんでね、はい、じゃあでもまたそれがあの1年後ドキュメンタリー見た時に最高の思い出になりますよそうそうそう、ちょっと約束して喧嘩しないでね違うよ、そんな、まあ、あのカメラとかテープ回ってなきゃもう猫心置きなくねまあということでございます、これだけ熱くなる映画ですよ、本当に。でも本当になんかみんなアイドルだとかで毛嫌いしないでね、ちょっと、うんうん、でも、まあ、僕なんかが言っても説得力ないよね、あれ逆に AKB 好きな人だから、うん、逆にやっぱりその、ね、今まで体制がなかった人までっていうのがすごいことですよね、うん、はい、いやでもここでレックさんとシロ君がこの映画について話すというのはすごい意義があることだったと思いますけどね、うん、まあ、完全に一致っていう、うん、しかも喧嘩がなくほとんど同じことを言ってるっていうレックさんが予想したことをズバズバ言っていくから、ね、いやでも今日歌丸さんが何言うか結構分かったし、そうだから座談会の時にね、うん、多分歌丸さんもこれ言うと思うけどっていうのがすげえ多くて、それが全部スパスパ、いやそれはね、あの喧嘩ばっかりしてるように見えるけど、言ってみれば10年間研究を重ねてた我々は、実は同じ話をしてるんですよ、ね、そういうことですから、すいません、じゃあ僕怒った方が野暮みたいな、うん、単純にあの単純にあのどっちが議論の優位に立つかだけだから最悪じゃないですか最悪ですよ、人間の前田明さんが言ってる主導権を取り合うスポーツスポーツなんですよ一つのなるほどなるほど、よくわかりました、はい
ということで、長々とお付き合いいただいて、はい、あの、ドキュメンタリー・オブ・ AKB48、これやる頃、まだね、劇場で見れるでしょうけどね、好きな夢、あの、大ヒット続いてみて、あの前作をはるかに超える大ヒットになってるみたいなんで、あのまだ言ってる人も多いみたいですね、まだやってたら、本当見に行ってほしいですね、はい、あのぜひぜひ、ぜひお願いします、特に今、必見、うん、あの、はい、ビデオ出たらとかじゃなくて、ぜひ行っていただきたいと思います。はいはい、じゃあ順番に自己紹介、はい、構成作家古川と、コンバットレックでした。あと、あとごめんなさい、一言も喋りたいですけど終わりにしようとしちゃったごめん、と、でもね、以上です、はい、高橋義明でした。はい、あと歌丸でした。みんなそれぞれ番組持ってるから終わらせようとしたの久しぶりになってすみません。よし、じゃあヒョンブ行こう。はい、おやすみなさい、お疲れ様。